晩ご飯は唐揚げくんしか食べてない。あ、これやっぱ姉ちゃんが好きだったやつのちょっととろみがついたバージョンだ。一時期ハマりすぎてこればっか食べてたんや。それの多分あんかけ風にリニューアルバージョン。安定の美味しさですね。うまし。コンビニスープとか買ったことないやって。マジ？何買うの？逆に。アップルのカードを受ける。今日すっぴん。なおかつもう雨の湿気で前髪ボサボサで、別に直しても帰ってきてさ、着替えて電子で温めたからボサボサです。今日は髪の毛許してくれ。いい。うん、早くティッシュプリーズ。 Sorry。 前髪がほら見てもペタなんでしょ。湿気だよね。りょうちゃんサムネイルこれいつ出るんだって。いや、それ私も聞きたい。いつ出るんですかね。知らない。うん、私も聞きたい。いつ出るんですかね。できたら早めに知りたい。うん、私もできたら早めに知りたい。ユニットが気になって眠れない。うん、じゃあそのまま眠れないでください。気にしてて、私が出る初日まで。you
ジョークだよ。うん。おやつ舐めあった？ジョークだよ。みんながうちによく言うじゃん、ジョーク。え、何言った？ん？え？何言った？ん？ユニットが気になりすぎて眠れませんって言うから、じゃあその初日迎えるまで眠らないでって言った。ジョークだよ。みんながうちに送ってくるジョークだよ。怖い？じゃあよく言われてる。私は怖いファンの人。嘘だよ、ジョークだよ。まあまあ気にしといてくれ。みんな予想は何か、なんか前アンケートでね、私のユニットのね予想をね当ててくださいみたいなやつやってね、何になったかな、分かんないけど忘れた。なんだっけな、バケット今日。バケットバケットエンター、OK、エンター。僕より老けて見える？うん、まあ私大人っぽいんで、すいません。よくいい女ってよらす。あざす。そう、子供っぽく見られなくていい女に見られます。いいでしょ。いや大人っぽいとさ、年いってから老けないからさ、ほんとね。うらやましい？ちょっと食べ方汚くてごめん。なんか口からめっちゃ出るんだけど。私今日顔じゃないわ、口の色ないからめっちゃこう、なんか顔がちょっと不健康だね。ご飯食べてからリップ全部取れたわ。一応ね塗ってたんだけどね、全部取れました。
うまし。この時間に晩ご飯って遅くないですか。まあね、私仕事してたからね、稽古してたからさ、食べる時間なかったんですよ。今日昼からずっと稽古してて、もう強いて言うならば差し入れにスタッフさんが持ってきてくれたチョコとあと唐揚げくんしか食べてないんでね、その分朝しっかり食べるんですけど、なんでこの時間なんですよ。そう、そうそう、なんかね、うん、でも今日は明日スティックメロンパン、うん、あれ5本入り6本入り6本全部食べた。あれ見た、1つ80カロリーあったよ。688、朝から480とった。もっとあるやん。なんで？だって80何倍やろ。うん、79。じゃあ6480やな。うん、まあ朝はいっぱい食べてもいいよ。でも菓子パンでダメなんで、朝食べたら太るから。まあでそれをもう十何年続けてるんですけど、美味しいよね。ドーナッツのやつ食べてるってなんだ。ドーナッツのやつって何？ドーナッツじゃないの？ドーナッツのやつってドーナッツじゃないの？お母ちゃんが作るご飯いっぱい食べて19年生きてますって。いいな、朝からマミーがご飯作ってくれんの？作って置いといてくれんの？うん、うち基本朝起きたらママもパパもいないんだけどみんな仕事行ってるから、だいたい高校の時とか基本的に起きたらもうママとパパはもう仕事行ってるんでいないですね。誰よりも一番最後に家出るんで、高校生の時。うらやましい。いいな。和食ってよくない？ん？朝ごはん和食。うん。憧れないけど、お味噌汁とご飯と卵焼きと何か、肉魚とかそういうちょっとしたの。憧れ。わかる。もうそんなことしたらうちのママもパパも寝れんな。でも一時期ハマって自分でしょった。自分でしょった。うん。すげえ。中学生の時。たまにない？それなんか謎の自分のブーム。うん、あるある。それでしょった。みんな朝肉まんブームで、冬は基本毎日肉まん食べとった。え、わかる。あと、毎日チョコスティックパン。え、それのイメージしかないね。では
学校から帰ってきてもチョコスティックパン、朝家出る時もチョコスティックパン。ごちそうさまチョコスティックパン大好きやったな、マジで本当に美味しい。なんか今食べたら一瞬でなくなるとびっくりする。わかる、一袋余裕よな、余裕。なんか軽いんやって、めっちゃふわふわしてるからなんか一瞬でなくなる、なんか空気食べてるみたい。逆にさ、もちもちしとってもさ、食感楽しくて気づいたらなくなってない？え、そう、わかる。なんかな、もちもちのやつもな、お腹いっぱいになるなと思うけどな、お腹いっぱいになるなと思うけど、結局どうせ食べるからな、違うもん。ほら、口の色が戻ったらお顔が元気。あ、リップの蓋が取れた。でもいいな、それは羨ましい。でもうちも働くんだったら、自分は働きたくない。働くんだったらじゃないわ、自分もあれだったら専業主婦がいいわ。でも結構ね、多くない？そうやって言うメンバー結構やっぱメンバーみんなさ、専業主婦がやっぱみんないいって言ってる。甘いものそんなに食べられないので、一回でいいからパクパク食べてみたいです。うんと、私逆に甘いものそんな得意じゃないですって言うて行きたかった。もう私甘いものしか基本好きじゃないから、甘いものをパクパク食べる。なんならなんか本当にぶっちゃけ一時期ほんと菓子パンでしか生活してなくて、ほんとちゃんとまともなご飯食べてなかったんですよ。なんか弁当ぐらいしか、弁当出ない時とかずっと朝菓子パン、昼菓子パン、夜菓子パンみたいな菓子パン、パン生活してた時期あって、ほんと不健康だったなってすごい思う。なんか自分の中ですごい菓子パンがブームで、なんかめっちゃ菓子パンをよく食べてたんですよっていう時期もあったから、なんかあんまり甘いの好きやないなとかって言いたい。めっちゃいいや、甘いのあんま好きくないなんて超健康的よ。でなんかまあたまに食べるのが美味しいんやろ、もう一番いいやん、一番健康的よ。一番健康的。でも甘いものそんな好きじゃない人になりたかったな。なんか、まあ、私は割となんか今女の子によくニュースとかさ、でもそいつ今女の子に大好きなヘルシーバーガーとかさ、今女の子に人気なサラダとか言うけどさ、私はあんまりそれを見てさ、わあ美味しそうってはあんまりちょっと美味しそうとは思うけど、食べてみたいとはなら、その同じバーガー行くんだったらがっつりバーガー食べたいなって思っちゃう。なんか女の子の好きなヘルシーとかが本当にあんまり得意じゃなさすぎて、ヘルシーっていう言葉から一番縁遠い人間だと本当に思っている。食べなくていいんだったら本当に食べないよ、ただ気をつけて食べてるだけで。ぶっちゃけでも食べれる野菜を食べてるって感じやな。そう、食べられへん、苦手な野菜は食べてないけど、食べられる野菜を気にして食べてるって感じ。そうそう、だから食べなくていいよ、食べなくても何もないよなんだったら本当食べないかもしれない。強いて言うならばもう大好きなのはじゃがいも、かぼちゃ、きのこ、ブロッコリー、ほうれん草、ごぼうだってごぼうとか、あの辺は大好き。ピーマン食べれる？ピーマンっすか。ピーマンはもう何年も食べてないねんけど。給食ぐらい。うん。あ、タワーだ。地道な走り屋さん、わあ2万、あ、
思いっくそちょっと口にリアルを出してしまった、すいません。2万字タワーありがとうございます、ありがたわー、イエーイ、嬉しい。何デイ今日、何デイ、何デイ何デイですか。何デイですか特に今日は何デイではないんだけど何デイ投げしてくれたんだろう、ありがとう。久しぶりにすっぴんやからでも3日前ぐらいはすっぴんやった気するけど、何だろうね、本人からのコメントがないそうそう、え、何の話してたっけな、忘れちゃった、なんだっけ、まあそんな感じ。あ、食べれるやつ、前髪昨日と分け目変えたんだよね、ほら見て、昨日こっちだったんだけど今日こっち、昔は前髪こっちでした、ずっと織田さん大好きでだって、あざす、うれピーマンありがとう、エビーマンです、ありがとう。パッツンがいいんだけどね、そうなんかね、そうそうそう、今回オムニバースだからさ、いろいろさ髪とかさ的に問題があってさ、前髪分けた方がいいかなと思って、なんかパッツンだとさ上からもしこうやって押し付けられた時にさ、パッツンだと戻んないのよ、私の前髪で事情的に。だったらなんか分けてたらまだワンチャン崩れてもそこまで変じゃないのかな。いやでも逆になんかどうなるの、それでさこの真ん中だけピーンってなってたらダサいよな、ずっと、うん、でもさなんかさもう、え、なんでキスキスキスの時あんな前髪綺麗だったんだろう。うちズラもかぶったし、ズラもかぶったんやけど前髪綺麗だったよな、直す時間があったんかな、もしかしたらそれはあるかも、結構綺麗だった気がする。うん、最初なんかハーフツインで出てきたのにさ、途中でズラかぶって途中からポニーテールやったからな、ゆりなそうなんかさ、メンバーとかでもさ前髪結構さパッツンとかの子でもさ前髪もうさパなんかあんまりアイロンしてないんやろうなみたいな、なんかうちはさ結構なんていうの、こう前髪を巻いて浮かして前髪いつも作ってるんですよ、だからこう潰したらめっちゃほら長いのけどさ、他の子って結構さこのもうほとんどあんまり熱でこう整えるぐらいでさ押してもあんまり変わらん、なんか帽子かぶってきて外してもまだ綺麗なメンバーとかおるんやんか、歯の前髪になりたいの。うち帽子かぶったらマジで前髪ぺちゃんこで死ぬけんさ。でも割とそういう人たちってこう直毛よな。うち前髪クリーンってなってるしさ、なんか前髪の作り方取り方なんか分からんけどさ、的にあんまりうまくいかなくて、なんかこういうさシュッっていう前髪に憧れる所存でございます。どう、分けてんのとパッツンどっちが可愛い、ゆりな。自分的にはパッツンが可愛いと思うけど、最近パッツンが自分でさうまくさセットできなさすぎてさ、パッツンの前髪が変なんよ、だから最近分けてんの。分けてるか前髪上げてた、ずっと一回セットすんねんけど変でやめてしてた。でも最近はもう今日もパッツンに作ってやっぱ変やったから前髪直しました。なんかね
パッツンの方が幼いかも若干。そう、なんかこういうアイドル前髪はやっぱりアイドル前髪だよね。昔めっちゃやってたけど、アイドル前髪はアイドル前髪って感じ。なんか最近よく TikTok とかで見るのは、どう頑張っても絶対に前髪が動きませんみたいな、まあ、こうやって前うちめっちゃ前髪動くよ、ほらほら。でもうちも本当にメイクさんに言われる、めっちゃスプレーかけるよねって。めっちゃ硬いよ、だからカチカチだもん、うち髪の毛。私は結構スプレーをかけるタイプの人間で、メイクさんがシューってかけてくれるんだけど、その後に結局自分で追いケープするんですよ。でガッチガチに固める。だからもうそれすると次前髪が例えばくしゃった時直せないの。もうガッチガチだから一回濡らさんと直らんからちょっとリスキーなんですけど、まあ、でも直す必要がなければ全然、公園とかだと別直す手間とかないから、もうガチガチでもそのカチガチに固めてから、わちょっとここってなってももう動かんし、まあ例えばそうですね、だからその一回こんなガチガチにしちゃってるからもう一回アイロンを当てようと思ったら結構カチってなっちゃうし、そう一回固めちゃうとそれ以降のあんま直せないね。結構カチカチなんで、クリンってやってもなんか変にカクーンってこうカクーンってなったり、あと櫛で研いたらこうケープってよく白くなるじゃないですか。私が今使ってるのはあんま白くなりにくい黒ケープ使ってるんですけど、まあでもなんか普通の色のケープ、あの紫とか水色とか緑とかあれって白くなっちゃうから、一回固めてなんかもう一回研いちゃうとそうダメなんですよ。黒ケープはならないから大丈夫です。黒ケープおすすめ、みんなめっちゃいいよ。キープ力あるし、白くならないから、他のケープに比べて。うちのメイクさんみんな使ってるよ、黒ケープ必需品、マジでみんな使ってる、超おすすめ。男性は女性で違うんかな、分からん。黒ケープにそんな男女なんてあったっけ、ない気がする。でもキープ力あるからもう最高、いいよね。よし、じゃあ今日はこの辺で終了にしよう。ちょっと今日は短いですけども、時間も時間なんで終了にしたいと思います。13ひかる 400X さん、12はるたろうさん、11つっちーさん、ジョイアランさん、91回収さん、8マックスエイトさん、7位ナッティさん、楽エラバさん、こいつーちゃん、絶賛肉離れちゃ、肉離れって超痛いじゃん、大丈夫？めっちゃ痛いやつだよね、肉離れしたことないからちょっとわかんないけど、見たいっていう知識だけは持ってる。4位マーニャンさん、3位マイマツさん、2位キリアさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。
そして地道な走り屋さん2万字ギフトありがとうございます。ありがとうわー、バルンタワーありがとうございます。イエーイはい、というわけで今日もいただき本当にありがとうございました。明日のショールームはですね、明日のショールームは明日が夜から稽古なんですよ。なので明日は昼過ぎぐらい、まあそうですね、昼過ぎぐらい3時のやつあたりぐらいにちょびっとだけ配信しようかなと思っておりますので、時間がねある方はぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい、というわけで途中までもぐもぐで、まあちょっとねこの後も私はイーティングを続けたいと思いますが、今日見ていただき本当にありがとうございました。それではまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。